メンバーカラーあるんだ。いや、ないのかもわかんないけど、なんかでもグッズとかはありました。結構本当に、なんていうの、男性アイドルのライブみたいなうちわとかなんか作ってる人いた。フリフリのなんかうちわの中に力士さんの顔写真貼ってあるみたいな、すごいと思って。しかも結構なんか声出しありっていうか、なんか歓声とか結構普通にありだったから、なんか久しぶりにこうそういう現場出演して、なんかでもめっちゃマナーのいい歓声の仕方だった。すごいなんか、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかが結構見に来てるんですけど、すごいいい歓声だった。なんかもう素晴らしいなって思った。お相撲さんファンの方だったの、マナーの良さがすごい。でもなんか STU のライブを声出ししてほしいなって思った。そんなすごい声出ししてたわけじゃないけど、別に今日もなんかでもちょっと声を聞いたら、あーなんか懐かしいなってなった。いろいろね、力士の方ともコラボしたりとかもしたんですけど、まあちょっとそれは放送日に楽しみにしていただけたらなと思います。コラボしました STU と。すごい、本当になんか自分のファンの方が いたのにびっくりした。すごいよね。ありがとう。見えたよ。6周年で解禁するのかな。え、どうだろう、コンサート。でもなんかもう無謀な夢は覚めることがないぐらいから声出し禁止になってるから、新曲たちの何コールとかファンの方の中でバラバラそう。なんかあんま統一してなんかせずに、言う人言わない人バラバラみたいな、なんか なりそうなイメージある。あんまりすごい曲数がないから、もう半分ぐらいは声出しなしの期間。意外と合う。本当になんかぶつかり合いしない、こっちだろみたいなない。このリズムにはこっちだろみたいな、いやいやこっちだろみたいな派閥ないですか。どっちが折れるまでにどっちかが融合されていくのかな。結構なんか割れてた気がする。大好きな人とかもイントロでコールする派閥とコールをせずになんかちょっとあの雰囲気を楽しむ派みたいな、なんかいるよね。あのちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃんちゃちゃちゃん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 ちゃちゃちゃん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 のところとか。ユミリンがしない派だった。そうそう、ユミリンさんはそこはしない派ないよね。うん、俺は地蔵派。地蔵派なんだ。うん、え、懐かしい。なんかあったな、その大好きな人問題。歌から入るやつは黙っててほしい。歌から入るやつって何？どういうこと？イントロがないってこと？そんな曲あるっけ？あるかな？一瞬のスリル的な？チッ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 巡り合って燃え上がってみたいな？あれよ、だから私すごいなんかアイドルのライブとか現場行ってたわけじゃないからわかんないんだけど、でもなんか
声優さんのライブとかのコールはすごい結構なんか割と理想的なイメージはある。でもアイドルの楽しみ方と多分違うから、でもどっちがいいとかは分かんない声優さんのライブはもう歌ってるところは全部やらなくて、イントロアウトロ感想か歌い終わった後のなんか行間の間みたいなイメージだけど、まあ別にファンの方が楽しめたらそんなね別に統一するもんでもないのかな。そうそう、そのイメージがあるでもどんな感じになるんだろう、STU でなんかここって決まってるのってあんまりないよね多分。防波堤で推しメンの名前呼ぶぐらい、暗闇の。防波堤のあとあれか、夢力のガチ恋コールか言いたいことがあるんだ、ふふヘタレの頑張れは言う、ああ言ってほしいね、せーのって言ってるしね、頑張れ頑張れ、2回あるから2回じゃないか、頑張れ頑張れか。コールのない STU ライブしか見てないから気になります。それはね、コールありのも見てほしいね、ぜひ。でもなんかスタッフさんに言われたけど、なんか私なんかドラさんはなんか完成のないライブの方が多いんだって、期間的に言ったらって言われた。なんか無完成って言ったらいいのかな、コールなしライブの方が長いみたいな。そう、もう2期はもう、ま、絶対そうなんだけど、もう3年ぐらい経ちますね。瀬戸内の声とかみんなで歌ってたよね。ね、絶対いるんだよね、国歌斉唱っていう人瀬戸内の声、それでは聞いてください、瀬戸内の声、国歌斉唱、ちゃん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 、あれもうめっちゃ多分強い、もうあのサッカー選手の気持ちになる、この気持ちになる、いつもここに来て、もうダメだ、私はもうこの気持ちになっちゃう、君が世の気持ちになるそう、フェスとかね結構毎回行った気がする、ここに来てうん歌う派と歌わない派がいる、どうなんだろうね、別にどれが正解とかはないけど、でもなんかみんなで歌いたい、なんか歌える曲とかあればいいよね、うん、瀬戸内の声だけ起立する、起立してください、ぜひ着席、国家のある法廷とグループって STU ぐらいだよね、国家国家のあるグループって STU ぐらい、国家ではないんですけど、国家ではないけど、まあ瀬戸内っていうフィールドではまあ、うん、ワンチャン国家国家あるとかある、え、そうなん、何それ、これが私たちの国家ですみたいな、そういうこと、国家って何か知ってる、国の歌だよ NGT さん国家なんだ、そうなんだ、国家は、そっか、私ちょっと君が代しか分かんなかったな、
そっか、なるほどね。マックス時315号、あれはもうあの曲は国歌っていう位置づけなんだ。国歌斉唱って言ってるのかな。なるほどね。もうそのグループの代表曲みたいなのが国歌っていう、あの立ち位置にいるのかな。そっか、あなた ST は瀬戸内の声なのかな。オリジナル曲だし、初の。そうか、じゃああれですね、サッカーとかで国歌斉唱って言ったらもうね、フォーテイトグループのファンはいろんな曲が流れますね。明日は、ちなみにテロップにもあるんですけど、明日がオンラインお話し会で、9枚目シングルのねオンラインお話し会がもうね始まるんですよ明日から。そう思うと早いですね、めちゃくちゃ。よろしくお願いします。なんかね、生写真今日もらってまだサイン書いてないからこれから書こうかなと思うんだけど、ライブ生写真のサイン会とかもあるので、ツーショット会と。そう、いやでもね9枚目ね、ほんといい曲だから早く聴いてほしい。そう、発売はねまだなんだけど、めっちゃいい曲今回の。よろしくお願いします。なんかどういう、今まで結構写真サイン会とねお話し会って別々だったのが、今回あの一緒になってるから、うん、どういう感じになるのか分かんないけど、多分ショールームでやるのかな。ショールームでやるのかな。でもあんまり押しすぎたら帰れなくなっちゃうからなるべく、多分あの毎回私なんかサイン会結構遅れるから頑張る。そう、私はまだいいよ、私最後の時間だから。でも他のメンバーとか3時間目4時間目とかにやったらもう絶対に押せないね、大変だ。私全部ね8時間目とかだった。なんかまあワンチャン私が帰れなくなるだけだからいいんだけど、そう8時間目、多分全部の部8時間目。呼ばれる順番がどんな順番か気になる。あ、どうなんだろうね、まだわかんないんだよな。購入順なのかどうなの。明日はあの生誕祭のお花とかに似合う服で行きたいと思います。よろしくお願いします。全部同じ時間だから覚えやすい。そうなんですよ、全部8時間目だから、まあ理想のね、スケジュールっちゃスケジュールだけど、よろしくお願いします。あいうえお順らしい。あ、そうなの。なんかアウェイ順の時もあれば、チェキとかね生写真購入順の時とかもあるけど、どうなんだろう。オンラインなのに帰れないとかあるの。それだって家でやってないものみんなと一緒にバスで帰るからね、みんなと一緒に行って。いやでも楽しみだな。うん、お話し会って清掃じゃないとダメですか。清掃じゃなくても全然大丈夫ですよ。もうスウェットとかでパジャマとかでも全然大丈夫、うん、全然そんなかしこまらなくても大丈夫だぜ。
仕事着で行ったりします。結構仕事着の方多いかも。うん、なんかね。ニックネームも何になるのか楽しみ。そう、あのあだ名決める日、なんかもう情報量多いね。なんか最初の日別に何もない日でよかったかもしれない。もうちょっと中日とかにやればよかった。なんか最初の日なのに情報量が多い。最初の日は生誕祭のフラワーに合う服を着て皆さんのあだ名をつけるっていう、もうパッと見の直感でいきますんで、あのもう何もあのえ何の意味があるんだろうとか思わないでください。もう直感で全部決めたいと思います。深い意味はないんで。もしなんか変なあだ名はつけないと思うけど、もし変なあだ名つけられてもあんまり落ち込まないでください。外見なの、わかんない、外見ってなんかあんまりね人によっては良くないかもしれないから、本当にもう直感でつけたいと思います。いきなりつけるの、いきなりつけるけどツイッターで告知しようかなと思う。なんかね、知らないで撮った人とかが急にねあだ名つけられてびっくりみたいな。あだ名だけ言われて終わっちゃったりしない？え、どうだろう、枚数によるのかな。そんな私一言で終わること多分ないと思うけど。バーンみたいな。うん、1枚だったらあだ名言って終了。え、そんなレスポンスないことある？あなたは〇〇ですバーみたいな。え、どうなんだ、15秒とかって割と喋れると思うんだけど、人によって体感時間が違うのかな。リクエストしなくてもあだ名つけられるの。もうあだ名つける日なんであだ名つけます。問答無用でつけます。もう意義はないです。却下します。楽しみにしててください。あのもう耳を研ぎ澄ませてください。問答無用です。もう意義とかないです。あの反論は受け付けておりません。皆さん、あなたはもう私があだ名をつける日に剣を取ったならもうあだ名つけられます。もうどんなあだ名が来るかは楽しみにしてください。はじめまして、あんたは〇〇って言います。もうもう今日はそういう日、明日はそういう日なんです。もうそれはもう私はでも言った、ちゃんと最初に言った。2月5日は皆さんにあだ名をつけますって言った、私は言った。ぜひお待ちしてます。別の日にあだ名ありますか。いや別に今日取れなかった、明日取れなかった人とかは別につけてって言われたらつけますよ、全然。最短15秒であだ名つけれる自信はもう私はね、明日の目標はとか考えない。もう直感で多分脳を通さずに声に出そうかなって思う。一回考えない、そしたら多分 0.01 秒とかだと思う。常連の人は今更難しくないの。え、もう初めましての人とか常連の人とかなんていうの、たとえあのもう5年以上来たとかなんていうんだろう、めっちゃいっぱい尽くしたとか、もうそんなの関係ない。私はその人に対する先入観なしに 0.01 秒であの直感で言う。だから思い入れがあるからどうとかあんまり期待しないでください。もう直感です。
何が来ても何が来てもあなたはもうそれです。年数とかかけた時間とかもそんなのかけないです。みんなゼロからですから。2月5日楽しみにしててください。でも私多分覚えれないと思うんですよ、誰に何のあだ名つけたかとか。だからもう皆さんが各自で覚えてくださってたら嬉しいです。お楽しみに。メガネいっぱいありそう。多分私メガネいっぱい言うかもしれない。お前は丸メガネだ、お前は四角メガネだ。そうならないようにもうメガネを認識する前に。でもね、メガネかけてる人はもうメガネなんだよ。だって自分から特徴をつけてるんだよ。知ってる？私もメガネだか分かるけど、メガネの人が自己紹介した時に、あ、この人メガネかけてるんだ、まず第一印象に来る。そんぐらいメガネだって知ってますか？キャラメイク、ゲームのキャラメイクとかでわざわざメガネはアクセサリーに分類されてるんですよ。だから女性がこうイヤリングとかああいうのをカチューシャとかをつけると同じ欄にメガネは存在してるんですよ。目が悪いからつけてる。そりゃそうでしょうね。私もそうだからね。うん、ただもうそれはさ、その特徴をつけてるのもね、うん、あなたじゃん。ありのままのあなたじゃないですか。いい風にまとめようとして全然まとめれない。うん、目悪くないからメガネに憧れちょっとある。曇るよ今の時期は。曇り止め塗らないと意外と大変なんですよ。逆にさ、それでさ、明日だけメガネ外してつけてもらったあだ名って嬉しいかい？そのつけられたあだ名のあなたは本当の自分なのかい？思わない？私だけ？もう逆ギレ。それはどうなの？本当の自分じゃない自分で言ってメガネ以外のあだ名で。いや、もうメガネって言う気まんま。違う、メガネって言う気はないけど、言う気はないよ、言う気はないけど言うかもしれないけど言って、でもそれはそれじゃん。それはもうメガネのあなただからメガネって言ってるかもしれないじゃないですか。逆にそれでメガネのない自分でトライしてメガネじゃないあだ名をつけてもらって、でもまた別の日になったらこの人はメガネをかけているって、それはどうなんだ、どうなんだい、なんで受け入れないのか。メガネ込みの自分じゃん。だってあなたはメガネがあってこそでしょ。なぜそんな嫌がる。そうだよ。謎の圧。いや本当ね、いや私も今何、自分が何をこんな力説してるのかも分かんない。本当に意味が分かんない。もうならどっちでもいいですもん。メガネ外してきてもメガネかけてきてもどっちでもいいんですよ。もう分かんないですもん。メガネの人メガネってあだ名つけるかもしれないし、つけないかもしれないですもん。それはもう直感です。私の明日の知りません。もうだからもう楽しみにしててください。もうギャンブルです。賭けですもん。こんなんいいあだ名とか悪いあだ名とかにないです。何が来るか分かんない。もうガチャです、ガチャ。でもそのガチャに SSR は存在しません。全部もノーマルです。楽しみですね。
切れてる。切れてないでしょ。あ、ながち当たりなし。当たりがないってことはでも外れがないってことですから、皆さん。なんで世の中になんかそのガチャとかして、うわこれかよってなるか分かります？当たりが存在してるからなんですよ。当たりが花から存在してなかったら、そもそもガチャで一喜一憂しませんから。でもそんなのガチャじゃないですよね。そんなのガチャの楽しみじゃないですよね。ちなみに私昨日一番くじ引いたんですけど、コナンのソラハと、なんか余ってて、コナンの一番くじ結構前にやってたんですけど余ってて引いたんですよ。あのラバーストラップで、私が赤井さんかコナンくんか新一が欲しいって、安室さんはちょっとなんか私すごいあの車に構えちゃうから、安室さんっていうすごい人気なキャラクターがいるんですけど、安室さんはもうなんか押されすぎててちょっともういいかもみたいな、だから安室さん以外だったら嬉しいって言ったら安室さんが来て、でも嬉しいよ、私も安室さん好きだから。だからでも人ってさ、やっぱり欲を出したのに、でも安室さんは好きなんです、好きなんだけど、なんだろう、コンテンツとして結構ね、でも可愛い、嬉しい。これ見て空葉が一言、安室さんと平次黒すぎやろって言ってた。可愛いです、こじらせてる。いやそれな、でも嫌いじゃないの、もうなんなら好きだし、キュンキュンするし、私はゼロの執行人で、まあ、漏れなく安室の女にはなったんだけど、なんか好きすぎて、なんかなんて言うんだろう、好きよけみたいな、好きだからこそ避けたいみたいな、安室さんに対してはそういう感情です。好きよけって何なんて感じしますよね、何なんでしょうね。好きだからこそなんか避けたくなるっていうか、うん、何なんでしょうねこれは。まあそんなことがありまして、今ねクロミちゃんの一番くじやってるか聞きに行こうか迷うね。あえてアサヒウィールじゃなくてオリオン飲むみたいな、ごめん全然例えわかんない。そうなんか、どうなんだ、そうなのかな、ちょっとわかんないですね。逆張りみたいなやつ、まあそんな感じだね、うん、そんな感じだね。こんばんは、こんばんは。に押しされる赤井さんの気持ち、いや赤井さんは一番なんだって。いや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 、赤井さんが一番ガチ恋で、赤井さんと愛ちゃんが一番好きで、でそれ以外のキャラも平等には嫌いなキャラとかいないんだよ別にね、いないんだけど、あまりにもなんかいっぱい出てきすぎて好きだけどちょっと距離を置いちゃってたの、安室さんとは。安室さんとはとか言って私安室さんの何なんだよって感じ。でもちょっとまあ、ここでね私の元に来てくれたのもやっぱりね、なんかご縁があったのかなと思って、このことカバンにつけて過ごしたいと思います。あとは何が当たるの、源太くんとか出るの、源太くんはラインナップにはいない。源太くんはいなかった。うん、こんな感じですね。ソラハは引いてないですね。私がなんか目つぶって待って何が出るか分かんないから、なんか先に見てみたいな感じで、とりあえずまあ安室さん以外だったらってこうやってソラハに見せたら、いやーってめっちゃ喜んでて、めっちゃ喜んでてパッと見たら安室さんで、でも多分その中では多分一番人気っていうか
別に人気とかそんなキャラにつけたくないけど、多分 SSR なんですよこれが出たことは。そう、これは SSR だったんですよ。まあだからね、素直に喜びたいと思います。何の話からこうなったんっていうね。そう。もうすぐ映画公開されるからね、ソラハと行けたら行きたいな、見に行きたい。全然関係ないんだけど、最近漫画読んでて、漫画っていうかアニメから見たんですけど、あのブルーロック今やってて、サッカーのマガジンかな、マガジンで連載してるのかな、ブルーロックを見始めたんですよ。今2クール目やっててアニメが。そう、なんかね、そ見てるって言われた時になんか漫画を1話ぐらい見たことがあって、でもすごいワールドカップの時もさ、めっちゃサッカー盛り上がってたじゃないですか。でも私その時ワールドカップリアタイなんか知ってなくて、結果だけ知るみたいな、皆さんめっちゃ盛り上がってたじゃないですか、多分サッカー好きな方多いから。でその時とかにブルーロック見てるみたいな聞かれた時に、見てないですねみたいな言ってたんだけど、まあ、この際見まして、いや面白かった。なんかミッチさんとかブルーロック見てるみたいな言ってたから、見てるって聞かれて、多分私で何でも見てると思って聞いてきたんだけど、見てないですねって言ってたんだけど見まして、いやね、あれねすごい面白かった。いや面白いんですよ。なんか設定が、あの世界一のストライカーを育てる施設みたいなの、ブルーロックっていう施設になんか優秀な高校生を集めて、なんか戦わせて世界一のストライカーを作るみたいな、一人のストライカーを作るみたいな話なんですけど、なんか最初の方割となんかデスゲームかなみたいな、デスゲームサッカーかなみたいな設定なんだけど、なんかそれに脱落したらもう一生日本代表にはなれませんみたいな、もう勝つしかないんだみたいな感じの、そう話なんだけど、全員フォワード、そうなんか全員フォワードしか集められてなくて、でも試合とかするときはフォワードがゴールキーパーやったりとかしなくちゃいけないみたいな、なんかすごいちょっと特殊な漫画設定の漫画なんだけど、えなんかねアニメをから入ったんですよ。そしたらなんか主人公のね、潔よいちくん、これって潔いから来てんのかな、なんか潔くんが主人公なんですけど、潔くんはめっちゃなんか人当たりがいいっていうか、すごい優しい、なんかあんま最初見た時すごいあんま特徴ない主人公だなと思ってこう見てたんだけど、なんか めっちゃ優しいしみたいな、なんかそんなに特徴のない感じの、まあそのブルーロック内でも最下位から2番目ぐらいの成績みたいな、ビリではないけど1個上ぐらいの、まあ、割とドベぐらいの成績の子なんだけど、なんか試合になるとちょっと覚醒し始めて、どん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 回を重ねるごとにちょっとエゴイストな部分が見えてくるんですよ。そしたらもう半端ないぐらい一気に倒すんですよ、その潔くんが。もう信じられないぐらい、なんかね本当に試合
より外の時はもう外の生活とかではめっちゃ優しいし、ちょっと苦労人みたいなツッコミっぽい苦労人なんだけど、なんか試合中だったらもう口悪くて、こんな生きるってぐらい生きるんですよ。でもね、なんか生きてる時が一番かっこよくて、なんか私アニメとか生きる人大嫌いなんですけど、主人公とかが生きるの、なんかその潔くんだけは生きてるところが一番かっこよくて、なんか私 D アニメスターでアニメ見るんですけど、 D アニメスターのニコニコ動画の支部で見てるんですけど、まあ、コメントついてるんですよ。でコメントを見てたら、潔くんが生きり始めた瞬間にもっと生きれみたいなもっと生きれ、生きってけみたいな、なんかヤジみたいなのが飛んでてなんかで潔くんも試合終わったらなんかごめんみたいな、ちょっと生きりすぎちゃったよなみたい なんかちょっと自覚症状があって、その時もコメントでもっと生きっていけみたいな、私も生きてるお前が好きだってコメント打ってきたいや面白い。でもそう D アニメスターはね、なんかニコニコ動画の支部で見たらコメント付きで見れるんですよ。そうあれコメントしてみるとなんかなかなか面白いそう味方に生きってるの、え、もうなんか敵味方関係なく生きってるっていうか、口が悪くて、なんか出てるキャラみんな試合中口悪くてびっくりする。こんななんかサッカーなんだけど同時進行でレスバしてるなんかすごいあの新しいアニメでしたね。で主人公のその潔くんはもうレスバがすごい最強ってぐらいレスバしてる、生きってるっていうかもうレスバが強いいやでもね面白くてね、最近見終えました。いやそれ見たらちょっとなんかサッカーね、なんかちょっと興味湧いてきたというか、あなんかワールドカップちょっとリアタイしておけばよかったみたいな、そのなんかブルーロックのなんか作中に行われたプレーをなんかワールドカップの時に実際の選手が結構やってて、なんかうおーって盛り上がってたみたいで、私そんなの全く知らなかったから、あなんかもうちょっと早く見とけばね、ワールドカップとか皆さんめっちゃ盛り上がってたじゃないですか、ファンの方もなんか一緒に楽しめたのかなって思ってちょっとなんかいつも時期遅くなってはまるっていうか、そうなんですよね。レスバの場ではない。いやそりゃそうでしょ。ワールドカップ。そうでもなんかすごい私自身が全くサッカーに詳しくないっていうか、どういうなんかルールっていうか、まあなんかどういうポジションでどういうルールとかこうがこうだみたいなあんまり把握してないんだけど。なんかさ、PK ってめっちゃ怖くないってなんか思うようになって、 PK ってあの蹴るじゃないですか。でもなんか蹴って一人の人が入れなきゃいけないじゃないですか。しかもなんかねえ、もうそれで決まったら英雄だし、外したら戦犯みたいな感じじゃないですか。もうその中で私絶対 PK やりたくないと思うんですけど、なんかサッカー選手の方々はもう俺がみたいな、俺がやるみたいな、そういう自分が決めるみたいな意思がすごいあるのがすごいなと思って、なんか人のその人のプレッシャー考えてなんかもう心臓痛くなってた
やばいよね。日和とかもなんかそういうのじゃないかも。なんだろう。でもなんかそういうメンタルとかもなんかね大事なんだなと思って、なんかすごい尊敬した。いやなんかワールドカップ見とけばよかったね。いやなんかみんなが楽しんでるなと思ったんだよ。なんかショールーム私がさ24時までやったらさ、なんか今から見るみたいな人めっちゃおりましたもんね結構。また4年後に見ましょうかワールドカップ。次は4年後ね。私4年前も見たし、でもココアさんとかホテル一緒になった時朝4時ぐらいに起きて見てたんよサッカー。でその見てるココアさんを私は見てて、サッカーは見てなくて、そう、あココアさん起きて見てるわみたい なんかそんなココアさんを見てて、でツイッター更新したらココアさんが起きた今から見るみたいなツイートしてて、もうほぼ半分寝てるけど起きてるわと思いながら。ココアさん何でも楽しむよねスポーツ。いややっぱ私なんかこうきっかけがあればね楽しめるだなーって思いましたね。だからなんかねまたスポーツの試合とかあったらその前になんかハマれとけばまあミーハーみたいだけどみんなと一緒に楽しめそう。きっかけ大事ね。漫画からスポーツ入る人多いね。そうね、あのさ、まあ、またアニメの話になるんだけど、ボッチザロックっていうアニメもう見たんですよ。そのブルーロックの前にボッチザロック見て、やっぱりなんかギター欲しくなったっていうか、まあバンドの話なんですけど、うん、キングレコードさんのスタッフさんとねこの間チェキ会あって話してたんだけど、そのキングさんのスタッフさんがなんかギター最近やってるんだよねみたいなの言ってて、なんでですかって言ったら、ボッチザロックって言ってて、やっぱみんな影響されるよなみたいな。ひとりちゃんね可愛かった。ガンダムはそのね、私ブルーロックもボッチザロックもあのチェキをね落書きしてたじゃないですか。その時に、まあ、割と最初の方流しながら見てたんですよ。チェキに落書きしながら4時間ぐらい書いてたから。でその時にその流れでガンダムの水星の魔女1話見ました。でもちょっとサインを書きながらだったから全然話が入ってこなくて、あのちゃんと見ないとって思った。でもなんか思った以上にまだ流れ見しか見てないんだけど、思った以上になんだろう、ガンダムじゃなかったいや知らないけどガンダムが普段どうとか知らないけど、思った以上にガンダム感がなかった。なんかね気の強い女の子が、ちょっとマジでながら見しかしないんだけど1話は、気の強い女の子と火星から来たちょっとどもり気味の女の子のなんかちょっとね、ユリだったな
あ、水星か、そうか、水星の魔女って言ってるもんね、火星じゃなかったなんか言ってたわ、水星にはなんたらこうたらみたいな。ちょっと待って、ちゃんとちゃんとあの見ていい、ながら見じゃなくてあのちゃんと見ていい、ちゃんと見てから感想言っていいファーストガンダムは知ってるの？わかんない、見てないね、マジで。だから本当に水星の魔女からガンダム初見かも、うん、ちゃんと見る気あるんだね。そうよ、今年は見ますって言ったからね、見る気はある見る気はあります。なんでちょっとお楽しみに、とりあえず見たいと思います。そう、アムロとシャアを知ってよ。いや名前は知ってるよ、そりゃ有名だもん。アムロ行きます、それは分かる分かる分かるけど、そのちゃんとどういう話でどうでどうでみたいなの知らないから、うん、そうなんですよ。見たら感想聞かせてね、任せてください。アムロのイントネーションが違う、アムロか、アムロ、ちょっとアムロさんが出てくる頭に コナンの方のアムロ、アムロアムロナミエさん、君だけの私のお母さんめっちゃ安室奈美恵さん好きで、あのね、ちっちゃい頃もずっとライブ映像か CD がずっと車の中でかかってて、私も大好きだった。だからライブ映像めっちゃ見てて、そう、お母さん安室なんですよ。マジでライブ中 MC が全くないんですよね、もうずっと歌って踊って、なんか全然喋らないですよね、ライブで。でなんか最後のありがとうございましただけ喋るみたいな、なんかそれがめっちゃかっこよかったんだよな。そう、そう、なんか MC のないコンサートってさ、なんかあんま多分ほぼないと思うけど、なんかでもさ、世界観みたいなの崩れなくていいなと思った。なんかね、この間福フェスの時にあかりんさんのね、そのフェスで見たペイリンズっていうアイドルさんが結構暗めの曲のあのグループさんだったんだけど、 MC フェス全くしなくて、最後に 全曲終わって最後に名前だけ自己紹介して帰るみたいな感じで、なんかすごい独特っていうか世界観が全く崩れなくていいなって思ったまあね、どっちもいいところありますけど、あんまないよね、でもそんな MC しないグループってほとんどするよね沖ちゃんは MC 必須でよろしく。もう STU の MC はね、もうグタグタ MC どうですかどうですかをもう字で言ってるからうちらが可愛くて最高でしょでしょ、なんでもありの STU です。
温泉いると沖縄の MC めっちゃ楽しかった。沖縄もうテンション爆上がりでしたね。あの7人でね。いや楽しかったなあの MC は。教えてくれたら嬉しいです。マイクちゃん行くぞ。はいはいはい。いやでも PR 舞台は結構本当にもう仲がめっちゃ深まったと思いますよ。でも今日も瀬戸内 PR 舞台で出たんですけど、その国技館で楽しかった。なんかなんかマイキューとパセリが歌割り同じのところがあって、なんか2人で練習してたんですよ。でなんかマイキューがなんかちょっと違う気がするみたいな、なんかどっちかがなんか違う気がするみたいな言ってて、じゃあ私が聞いてあげようって言って言ったんですよ。で2人の歌を聞いてあげようって言って言ったら、パセリに奥さん音痴だからって言われて、であこいつ私のこと音痴って言ったって思って、おいって言ったら、あのマイキューがお前が言うなって言って、でパセリにね、で私はマイキューにいやお前が言うなっていう、なんかすごい何とも言えないあのダチョウクラブみたいな。でじゃみんなちょっとあんまり疑わくない3人だった、そこは。そうなんですよ、三つどもえだった。あれはそうなんですよ。まあでもね、それも味ですよ。 STU にはその歌がね上手なそのメンバーも多いですけども、私たちの歌声もまた一つ味になってると思いたいですね。今日もこれ三角だったもん。お前が言うな、お前が言うな、お前が言うな、このパンパンパンだった。癖強でいこう。なんか癖強い多いよね PR 舞台。結構なんか癖は確かに、癖っていうかなんだ、個性が、歌声の個性強いかも。なんでだろうね、なんか7人でずっといたからかな。もう最近本当に PR 舞台のメンバーでいることがもうずっと多かったから、1月2月ずっとあのメンバーの歌聞いてた、うん、あと3分、あと3分だ。もうちょっとしたらじゃあ団長呼んで終わります。誰がボケで誰がツッコミ、なんかないない、みんなボケ、ツッコミがいない。リンコちゃんの歌声大きい時ない。リンコちゃんはマジで笑顔のチャンスの、なんかみんなで落ちサビで円になる時もう最大限に声出してる気がする。ちょっとあそこリンコちゃんの声しか聞こえない、エガちゃんの時だから、なんかこうやってバンってこうみんなで円になって。いやなんか楽しそうだなっていうか、ボルテージが一気に上がってる感が。昨日ねお風呂大浴場行ったらリンコちゃんになってね、他のメンバーには会わなかったんですけど、リンコちゃんとちょっとだけお風呂一緒に入ってきました。うん、楽しかった。
どうだった？なんか楽屋でも普段からずっと裸でいるから、なんか全然お風呂って感じがしなくて、お風呂で遭遇したって感じが、ここは楽屋かなって感じでしたここは楽屋なのかなみたいな。じゃあ、団地を見たいと思います。やばいやばい、もうあと1分だ。13位ジェリーさん、12位白熊さん、11位こぼちゃさん、10位かずのりさん、9位よしひろさん、8位まっかさん、7位ワンボイさん、6位テリーピーさん、5位ソウリュウさん、4位おりちゃんさんでした。そして3位がきょういさん、2位がのすけさん、1位がほっくさんでした。大会1番の皆さんありがとうございました。壇上の皆さんありがとうございました。まあね、明日お話し会、あだ名つけますよあだ名つけますか。もうでも今日ブチギレブチギレ謎論理でしたけど、謎理論か論理謎理論でしたけど、まあでもね、楽しみにしててくださいな、あだ名つけるの。てけで9枚目最初なんでね、楽しんでいきましょう。バイバーイ、ありがとうございましたあ寝てくれ。